僧が天才と認める軍師である。酒を愛し女性を愛し世の楽しみを何よりも愛する男でもある。医療の地で妖魔を相手に武者修行をする美姫がいるという。大いに興味をそそられた閣下は現地へと同行するのは、どことなく閣下に共感を抱く閣外、そして行方不三者三様の思いを胸に、ちぐはぐな一行が変わり者の姫を探し、一人で妖魔相手に武者修行、しかも美人の姫、うん、とてもいいね。ああ閣下殿、とてもた、そのように人生を楽しむための秘訣ぜひ。この人たちと一緒で大丈夫なのか、正直不安。あなたに求められるとは。噂の美女はどこだ。早く会いたいの。閣下殿、あちらで誰かが戦っているようですが。早速見つけた。行ってみるとしよう。貴様らは先ほどの奴らの仲間か。手をお貸しくだされ。美女ではない。閣下殿、落胆ぶりがあからさますぎるかと。かたじけない。姫様の修行にお供して参ったのですが、妖魔の襲撃に遭い離れ離れに。この姫を私が探してくる。礼には及ぶ。お互い様だよ。閣下殿、それはさすがに白々しい。あの人はどんだけの将。やめ、やめ。まっすぐに進むものだが、いずこに飛び去ったものか。あの娘なら心配いらねえとは思うな。そうよ、こんな形です。北から頼もしい援軍が来てくれた。どなたか、どなたか救援を。南の砦に姫様が捕らわれているのです。救出に向かおうと思ったのですが。なるほど。姫君の救出、私たちが引き受けよう。北から冷たい風も吹いてきたようです。私の体調は頼りない状況に。よう、風の北から流れだね。東西の橋を制圧できない。試したいことがあるのです。
定外の楽しみに満ちている。角角のもしや胸が悪いのでは。人の命はいつ何によって失われるとも知れない。だからこそ今を楽しめなければ。美しいお嬢さん、こんないい天気は酒でも共に語らいませんか。クラチです。てめえ、俺らの目の前で娘を口説くた、なかなかの豪太。カクカとの命がけで今を楽しんでいるのですね。今夜は勝利の美酒に酔えそうだ。改めてお礼を申し上げます。聞けば皆様方は世界を救うための戦い、どうか否も共にお連れください。